三原明です。36歳です。まあ、今回で4回目の収録、うん、今回は移動中の車内から、うん、めっちゃ珍しいですね。はい、まあ、今回からちょっと番組内容を変更して、うん、モニタリングはちょっとなしにして、はい、ガチで勝ちに行くっていう本当にプレーンな、うん、でまあ、視聴者の皆様には、まあ、それ見て何か参考になることがあれば、うん、いやそうですよね、そこですよね。一番でもねプレッシャーかかるんですよね、そのガチのねプレーンなやつっていうのは。とはいえその形式ばったものにするつもりはないんで、うん、いつも通りの三原さんを見せていただければで、何もなさすぎるっていうのもちょっとあれかな、まあ、ちょっと1個だけ大きい目標を設定させていただければなと。三原さんってお好きですよね。奥さんってめちゃくちゃ好きですよ。そんなの100万ポイントとしましょうか、はい、100万ポイント100万ポイントって持ったことあります？って。あ、ないかも。そのままですよね。ポンと。そうそうそう。まあ帯っていうんですか。帯は持ったことないです。うん、それを、うん、まあちょっと持ってみたいでしょって持ちましょうっていう。あ、持ってみたい。なので、まあ、この番組の目標として5万枚。5万枚か。チョメダル。はい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 。あ、だから5万枚とか。見たことないですもん、ね、そう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 、うん、だから立ち回りはまあ本当に勝つっていうのを目指してやればいいってことですよね。そう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 、いいと思います。おい、やりましょうそれで。はいって言ってたらもうついちゃう、ちょうどいい、ぴったりじゃないですかタイミングも。いや完璧やな。9時15分時点でとりあえず抽選の列に並んで97万、多分まだまだ伸びますね。一応ね、今日は6台並びで5、6が番長スイートバジ絆2に入るんじゃないかと言われてます。調べて出てきたやつなんですけど、まあ、傾向的には、まあ、スロット全体の 8% ぐらいに、まあ、3台並びの5、6があるらしいですよ。でも多分なんか3台確定じゃなくて3台からだいたい5台ぐらいでやってて、結構その3、4台機種の前台系とかもやってるっぽい。でもなんか今までの傾向的には角からちょっと強い気がしてるから、まあ、なるべく角付近取りたいなと思ってます。勝負、ここが勝負、まずここで突破できればちょっとまず楽だって。左に4桁目やんじゃん。6、あ、今日めちゃめちゃ多い。うお、どうでもない。なるほど、でで249番でした。とりあえず、台数以内に収まってる。え、何取れるかな。246でしょ。だからもちろんだけど番長窓通絆とか取れないから、もう本当入ってからかな。なんかできればそのギアスあたりとかも入りそうだから、でダメならまあバラエティの角付近かな。でもう本当にその辺も厳しそうだったらジャグとかからちょっとやってみようかな。はい、入場になります。おはようございます。え、ちょっとこマスまで見に行こうかな。開いたけどな。ちょ、いや、あ、お、紫だ、OK。 隣がね、隣のちょっとカウンター見てほしいんですけど紫なんですよ。で、多分だけどうち個人的にこうせってほどこういうことになると思ってて、まあ、それもあったんでちょっと抑えました。他も見たいけど、他も見たいけど無理か、やめよう、諦めよう。全然見れなかったですね。で、まあまあある程度、まあ、200万台だったら余裕はありそうでした。サムネか、今までの、まあ、傾向としてその番長が強い時にここの番長以外のところに入ってたってことがないんで、まあ、正直不安ではあるんですけど、まあ、ちょっと本当に隣のあの紫に引っかかって取りました。まあ、今すでに会員カードにチョメダルあるんですよね。1610万あります。 OK です。じゃあまあちょっとね、まあ、サムネ3打っていきましょうか。サムネ3はですね、まあ結構高設定でも本当に荒れがちなスペックです。なんで結構そのパスロ上手い人たちがあんまり狙わないんですよね。まあ、ってことは基本的にはその抽選とか悪くても取りやすいけど、まあ、ホール側からするとある程度使いやすい、まあ、もちろん店によりますけど、結構積極的にマサムネ3に高セットを入れるホールさんもちょいちょい見かけます。だいぶ
落ち着いてきたかな。もう全員入場終わりましたかね。いやもう今日は800人とかだったんで、まあ、パチンコに流れてるとしてもほぼ埋まってると思います。やっぱりここはめちゃくちゃ怪しいですよね。新花火、もともとアクロスとかノーマルタイプ強いホールさんなんで、新しく入った新花火にはまあ結構並びの対象になるんじゃないかなと思ってます。だからあの花火の横のもうゴージャグとかありでしたね、今考えてみれば。あとまあちょっと気にしてたのは、まあ、角からなんで、まあ、日暮らしとかね、でノーマル、まあ、ノーマルじゃないですけどリーチ目とか楽しむような台なんで、比較的山目の台ってところで日暮らしは考えてました。とりあえずやっぱほとんど埋まってるなっていうところだけ、まあ、確認できたんで、一応まあサムネ打って、もしかしたらまたしばらく打たない時間が続くかもです。まあ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 、とりあえず朝一はとりあえず当たるまでっていうのをちょっと、まあ、ホールに打ちに来た礼儀として打ちますか。うちなんかね雑誌に書いたんですけど、ある程度ね最初はちょっと多少のリスクをね犯してもね、打っていくのが、まあ、ホールと共存していくためには必要じゃないかと、なんだろうね、まあその一打ち手としてというか、まあ、別にやめてももちろんいいとは思うけど、まあ、全く打たないはさすがになとは思ってる。まあなんかやっぱホールに嫌われてもいいことないしね。今470枚使って、おいしょ。では、現金使っていきます。まあ、どっちにしろ当たります。OK。まあほぼ天井。さあ、まずは撃破率。これで 50%、本当悲しいからやめて。一応レア役で、昇格抽選ですね。あと本殿町中の出陣ベルもこれの昇格率、昇格抽選してます。セリフは普通。プッシュにしましょうか。震えろ震えろ、ダメだ。まあ一応この正宗の画面が設定に否定ですね。ちょっとね、まさむね勝負したんですけど、まあ、もともと自信なかったのもあるし、これは読みたいと思います。はい、一応流しました、54枚。まあ、でも当日流したメダルは当日使えると思うんで、まあ、これはね、使っていこうと思います。会員カード取ってくるの忘れた会員カード取ってくるの忘れた、危ね。なんでレシートなんだろうと思ってまあこの後ね、またちょっと探すんですけど、なかなか台埋まってるんで、ちょっとまあ当たり台の目星ぐらいをつけといて、まあその後いいところがあれば打っていこうかなと思います。間違ってレシートに出しちゃったんで、カードに入れてもらっていいですか。さあちょっと見ていこうかな。番長はまあ今日みたいな日じゃないんですけど、まあそれ以外に強い日とかでもパネルごとに当たりだったりっていうのがあるみたいですね。対決パネルが、まあ、全部良かったり、ミサンパネルが全部良かったりっていうのが、まあ、過去の傾向としてありました。パネルごとに見ていくのは意外とありかも。まあちょっとこっちの番長が盛り上がってますね。可能性として薄くなったのは正宗、吉宗、豪右衛門ですかね。で過去結構聖夜 SP っていうね、分かりやすい台も当たりだったことがあるそうです。まあこんなとこですかね。今開店から約2時間ぐらい、12時です。まあ今のところやっぱ打てるとこはないですね。みんなね抽選受けて打ってる人たちですから、そんなすぐやめない。やっぱりこんだけ混んでるし、まあお昼とか行ったりして時間潰して、でまた改めて店内ぐるっと見て、打てそうな台があったら打っていきたいと思います。はい、今1時過ぎなんですけど、ちょっとね、ぐるっと店内見て、まあ、番長とか絆とかは、まあ、ありそうなところありそうで、あとちょっと気になってたのが、まあ、押さえてるんですよね。一応転落が5の5だから、まあ、これすぐやめられてても200回せば一応運命分岐には回ってくる。まあ、だから、まあ、ちょっとここ比較的甘いんで、まあ、これ打ちながら日暮らしの様子、2台ちょっと2、3台見ながら、
ちょっと回してみてもいいかなと。よし、じゃあちょっとやっていきましょうか。まあ日暮らし、まあビタが結構必要でそんなに得意ではないんですけど、まあ好きは好きでね、ちょいちょい売ってるんでビタも挑戦しながらやっていきます。で基本的に、まあ、設定カンパは、まあ、おこれいきなり熱いんじゃないですか。おっしょ、当たった。これ確定チェリーですめちゃめちゃ早かった。化けか、お大丈夫だった。はい、ビッグボーナスです。レインボー確定薬ですね。で、まあ設定カンパですね、ビッグ中の、まあ、白7ビタ押しで出てくるキャラクターとか、あとは ART 中の共通ベルトが数えていけば、まあ、ある程度わかるのかなとはちょっと思ってます。他にも一応設定差あって、ハズレ、ビッグ中のハズレですね、これも高設定ほど出やすくなってます。で一応この画面が奇数設定差ですね。こう何人かいたらちょっとあります。リカちゃんメインだと偶数設定差。お、高野さん。でこれはね、次回かけら階層に入るまでのゲーム数の試算になってます。できましょう、うん、で2択外したんで、こっから運命分岐も、とりあえずビッグ5は ART 入るのが保証されてます。よーし、ヘイ。お、今ね、右の日暮らしが化け中右上がりでバーストだったんです。これ設定差結構大きくて、日暮らしちょっと今期待度が上がりました。よし、これで ART目を成功したんで50ゲーム。でこの間は、まあ、共通ベルとハズレを数えていきます。共通ベルは設定6で 14.8、 1だと 18.7 ぐらいです。さあハズレ出たかったんでわかんないけど、スイカ1回ちょっと熱そうな光り方してました。これはチャンス、1枚やけ、せーの、当たった。レギュラーボーナス、あ、ってことはスイカじゃなくて最後に引いた一番いい役 A だ。じゃあレギュラーボーナスキャラクター紹介ですね。金背景が出れば2以上で、キャラクターによっては4以上6確定とかもあります。特に何かしらのキャラなし。うわー、出ない、外れ。じゃあ最初は215枚、まあでもさっきメダル、ちょメダルした分ワンプッシュで当たったんで増えてます。でもあれですね、この隣の台でレギュラーボーナス中の右肩上がりのバードロイが見れたっていうのは結構嬉しい挙動ですね。一応これから狙っていくと。ボーナスなしで運命分岐 70%、80%、よしよしよし、いっぱい来る、 90%、 メーター上がんなかったな、合ってるかな、これ当てましたね。いやよー、おー、おやしろだ、 C だっけ、何だった何だった何だった何だっけ、記憶力がない。どの一番いい役だっけで追加投資が1000円か、見て、お、熱い。さっき告知でスイカ、だってそうですね、下パネル消えた、
追加、レギュラーボーナス赤バック追加の赤のレギュラーが6553から19202分の1でちょっと設定差、まあまあの設定差ついてます。でこれが一応銀背景になって高設定したとは言われてるんですけど、まあまあ2とか映ってるだろうなって時でも出ますね。何で当たったんだ、単独タップ下パネルが消えた。外れる？外れる？外れた。ってことは白いの親白で、それよりもさっき引いた一番役 C だっけ。もうねこの一番役なんだったか忘れるんですよ。言うチャンスじゃないですか。せーの、なんかいろいろやりすぎてんだよな。来ましたね、みんな見たいやつじゃないですか。ん、監督、おー、さっきのリーチ目で当たってたってことか、まあ、これは設定さないですね。あ、レアベルだ、これですね。一応設定差で、あー怖い、今日はダメか。33ゲームまで引っ張ったけど、よいしょ、来た来た、おやしろコナンでね。 OK、 ブルディです。いやー来ないなチェリー、これはもうちょい後にしたかった。今ちょっと変なフラッシュした気がするぞ。でもチャンスアップは来ない。おー、なんで2連続。いや、な、なに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 、何が起きてんすかこの台。よーい、一番役ちょっとね、いっぱい引いたんじゃないか分かんない。すごいな、よし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 、いったー、7個もあるの。チャンスが残ってるのはスイカだけ、今回はさすがに無理ですね。1個使った、あれこれあれじゃない、あの設定差あるやつですよね。 ART 後に鍋あったんですけど、これってね 1.6% から 5.9% っていう設定差ですから、まあまあ高設定の期待度はちょっと高くなりましたね。まだでもいっぱいあります。おいきなり確定チェリー。1ゲーム目に確定チェリー、ちょっとそうですか。きれい、さあ親代今日フィーバーしてますね。
よいしょ、ステチェリーです。まあいいでしょう。1のドロメ、せーの、せい、単独だ。最終章まで来ました。やばい、ラス1やだ、クリアしたい。やばい、もうね、成功するためにこれ絶対出るの。何にも引けなかった、ダメなんですよ。さあもうない、もうない、 50%。いやでも回避すればいいんですよね。うわー、終わった、仕方ない。はい、めちゃくちゃ頑張ったんですけど、まあ、完走までは届かず、それもクリアはできずということで1360枚。まあでもめっちゃ出ましたね。これで、共通ベルが 14.5、 めちゃいいです。外れは 72.5 か。まあまあでも十分でしょう。共通ベルがっつり高設定域です。まあでもいろいろねナビ来たりしてたんで、まあ高設定っぽいですね今のとこね。一旦周りここでもう一回見に行きたいと思います。ラッサン自体はまあまあいいですよね。とさてと、ですね、まずこの角のリゼロは私がちょっとね見てるときに結構枚数出てて、さらに揺りか引き継ぎっていうことをしてたんで、ちょっといいけどもあるっていう感じです。でなんでここ怪しいのかなと思ったけど、まあまあやめられてるのと、ホット無双がねあんまりちょっと良くなかったんですよね。この辺りちょっと並んで出てますね。 A タイプの方と、ART の方、 A タイプが結構出てるってなると強いですね、心強いですね。多分モンキーが全ですね。これはそれでグラフ見に行ったんですけど、全部当たり軽かったです。番長にもしかしたら2箇所あるかもしれない。こことこっちと両方出てますね。今日は番長の出玉感が強いですね。前来た時よりも明らかに。怪しいのはここですよね。ここの絆が出てるのにここが出てなくて、多分やめちゃってるし、何人か挑戦して何人もやめてる気がする。並びであるならでもこの付近ですかね。まあここかな、ファンキーかな。ファンキー3台が、127、129、まあ、ちょっと1台悪いから、まあ、両サイドどうなのかっていうところですね。まあ、多分日暮らしは周り見てても大丈夫だと思うから、日暮らし、モンキーで番長に2箇所、絆ももしかしたら2箇所、バラエティかな。こっち側にちょっとアルペジオ風周辺と新オニムシはちょっと分かんないんであれですけど、もしかしたらそこもあるかも。あとジャグラーか、ジャグラーにまあファンキー付近とあっちのゴージャグ付近が怪しいなっていうので、まあ結構10箇所ぐらいはもうこれで見えちゃってるんですかね。でなんとか、まあ、日暮らし今のところは良さげなんで、あれをちょっと打ってメダル増やしていきましょう。よいしょ、1枚、C でしたね。おー、何回行くんだ。見てみましょう、追加だ。よいしょ、弱い、いやーダメかー、いやーダメだった。こい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 、来ない、終わった。よいしょ、さあ結構ね続けたんですけど、ボーナスは引けませんでした。387枚で、まあちょっと共通ベルとか見ていきましょうか。940ゲーム、 ART 回しました。53回なんで共通ベル 17.74 でちょっと下がっちゃいましたね。だいたい2とか3とかぐらい
で、外れが62、全6、7でこっちも上がりきらない。ちょっとね、他にもじゃあなんか強いかって言われたら、まあ、強いのもあるんですよ。強いのもあるから本当に何とも言えないけど、まあ1台もうね、打てそうな人が打っててやめちゃったっていうのもあるし、ちょっと怖いんで1回もう一回店内ぐるっと見ていきます。はい、今ですね、夕方の6時15分です。だいぶね、お客さんはね、帰ってる人は帰っちゃいましたね。稼働はだいたい4割から5割ぐらいかな。そこでもう一回見ていきたいと思います。一応ね、こっちの花々30杯のコーナーとかはだいぶ、まあ看板も難しいんですけど、まあ、良さそうなところはあまり見当たらなかったです。で、こっち番長のところ以外は厳しいかな。番長もちょっとずつ空き台は出てきてますね。で、あるんだとしたらここの、まあ、ミサオパネルはやっぱりまあまあ強そうですね。ねえ、この角台の番長はすごい強い。一応この向かい側にも、まあ、何台か箱使ってる台もあるし、まあ、見た感じ結構こっちはなかなか空き台とか出てないんで、まあまあいいんじゃないかなと思ってます。で、多分ですけどこの鉄拳デビル若干怪しいのかな。これ人が変わってない気しますね。結構その荒い機種だからそんなに長時間打つようなもんでもないと思うんですけど、それがこういう感じで結構ね、なんか自信持って回してる感じがあるんで、もしかしたら何かしらの確定演出みたいなのが出てるのかもしれないなと思ってます。絆も今日はこれ、まあ、ちょっとこの辺りですね、512507からなのか、もっと向こうからなのかは分かんないですけど、まあ、大体この辺りはBB と RB の数字の差があんまりないとか、 RB の方が多いとか、まあそういうデータになってます。本気ターンは変わらず、ここアルペジオ2台がちょっと怪しくて、まあでもちょっとハマっちゃったのか、変化部はやめられてる。一応これクイックスタートとかしてるとボーナス終了後のカードとかも見れたりするんですよね。で、まあ、この台なんですけど、まあ、これが2、まあ、構成強度出やすいって言われてるけど、それ以外、まあ、何かが確定する系のやつが出てないんで、まあちょっと弱いのかなと思います。このラブジョー2プラス、ラブジョー2、11回、ホットサル11回、まあまあ軽いか。このファンキージャグラーかな、早く真ん中だけちょっと辛いデータですけど、換気4台、強弱のここ3台もまあまあいい、強弱ついてます。もしかしたら4台かも。はい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 、結構ギザギザいってますね。ありそう、6だとこういう感じだと思う。でもなかなか出ないっていう感じだな、ま、でも、ま、どうだろう、このグラフのへこみ方がまあまあだから、まあちょっと7つの大会が怪しいなっていうのと、ラブジョー2が怪しいなっていうところですね。まあでもこの日暮らし今やめれば多分今日プラスで帰れるとは思うんですよね。で、まあ、数値的にも下がってきた。で、周りの状況もちょっと落ちてきた感じがありますっていうところで、この日暮らしは、まあ、やめようかなと思います。ここは勇気ある撤退で、はい、ありがとうございます。1440枚回収、はい、日暮らしはちょっとね、数値落ちたんでやめちゃいました。回収が1440枚ということで、今の時点で収支はプラスになってます。で、チョメダル今の枚数は4587枚、ちょっと増えました。まあ、この調子でね、増やしていければいいなと思います。最後またちょっとぐるっと見て、打てる台なければこれで終了になるかなと思います。イエイ、素晴らしい。
あれ残り45,000残り45,000、まあ、この道のりは長いですね。長いですね。まあそうですね、状況自体は、まあ、今日みたいな感じで朝すごい今人数いてダメだってなったとしても、まあ、ちょっと待てば、まあ、それなりの台っていうのは、まあ、開くのかなっていう気はしたんで、まあ、いろんなところにあるのと多分ですけど、まあ、多分その周りの5とかいうのはまあまあ多くて、だからこそまあ後相撲とかはしやすい感じにはなってるのかなっていう気がしました。だから多分日によってっていうそういうところはね多分変わってくるとは思うんですけど、まあ、今日だったらそういう感じなのかな。勝率3回勝ってますよね。3回勝ってて、まあ、2回は確実に積もってて、まあ、今日のはまだちょっと分かんないっていう感じですけど、まあ、ある程度その、まあ、なんだろう、このホールでの、まあ、立ち回りとかいうのは見せられてるのかなとは思ってます。はい、街道術三原流4回目、今回からリニューアルしたんですけど、まあ、目標もね決めてね、新しい感じになりました。で結構そのなんだろう、目標があることでまたやる気にもつながったし、ちょっと楽しくやれるのかなと。あとは、うん、見てくれてる人、視聴者の人に、まあ、応募してもらって何人か呼んで、まあ、ご飯と、まあ、その後なんか、まあ、カラオケとかでも行きましょうよ、みんなで、うん、ね、パーッとみんなで使いましょう。で、招待します、ご招待します、見てくれてる方。はい、よし、それ目標に決めてこれから頑張っていきましょう。はい、また次回もっともっとチャメダル貯めていきますんで、ぜひぜひ見てください。皆さんも、これ見てパスロ買ってください。いいやり方ですね。はい、お疲れ様でした。何よ。